沖縄県の移民の始まりは1899年、移民政策に情熱を注いだ金町出身の遠山久蔵によって、初めて沖縄県からハワイへ移民を送りました。その後は北米、南米、南洋諸島などへ広がり、戦後も移民は続きました。多くの沖縄県民が新天地を求めて海を渡ったのです。現在沖縄にルーツを持つ世界のウチナンチュはおよそ42万人を超えると言われています。世界のウチナンチュ大会は、世界各地の沖縄県系人が母県である沖縄に集い、交流を通してウチナーネットワークを発展させようと1990年に始まりました。開会式会場を埋め尽くした世界のウチナンチュ、出身地域ごとの共有会があるほど、一世が育った出身地に対する思いは強く、どんな場所に生まれどんな暮らしをしていたのか、自分自身のルーツを知りたいと思っています。沖縄県立図書館でルーツ探しのプロジェクトが始まったのは2016年の第6回世界のウチナンチュ大会からです。大会期間中、予想を上回る人たちが訪れました。およそ300人を受け付け、一世の名前、出身地などを聞き取り、持ち込んだ資料を駆使して調べていきました。海外からのルーツ探しの依頼はウチナンチュ大会が終わった後も途切れることなく続き、沖縄県立図書館ではホームページからいつでも申し込みができるように対応しています。さらに2022年7月から沖縄県立図書館のホームページでは、海外へ渡った沖縄県系移民の渡航記録およそ5万件を収録したデータベースを公開しています。世界各地の県系人が検索できるよう、日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。世界のウチナンチュが自身のルーツを探したり、海外移民した親戚の足跡をたどることが可能になりました。データベースは県立図書館、ハワイ沖縄ヘイズ研究会、沖縄移民研究センターが共同で開発したもので、1900年から1937年の間に沖縄県から海外へ渡った沖縄県系移民の渡航記録を検索することができます。沖縄県立図書館の郷土資料室には移民資料コーナーがあり、簡単に手に取れるよう国ごとに並べられています。ハワイパシフィックプレスという新聞で1970年代から出版されておりまして、まだ移民一世の方が生きている時で、それぞれ編集者の方が一世の方をインタビューした記事などもある、とても貴重な資料になってます。直接海外へ出向いて収集した貴重な資料も見ることができます。首里詩人会の10周年記念誌ということで、戦前は特に、戦後もなんですけども、沖縄県人会というよりも出身市町村ごとにグループを作っていまして、皆さんで助け合って默哀したりですとか、そういうことで助け合いながら生きてきたっていうような様子が伺えます。本当はたくさん残っててほしいんですけども、戦争などもあったりとか、大体2世3世の方になると日本語が読めなかったりして、なかなか引っ越しの時にこういった貴重な資料とかもなくなってしまったりっていうような状況がありまして、私たちの図書館の方で海外の方に行かせていただいて、こういう貴重な沖縄県系人の活躍を知る資料を収集させています。移民一世ルーツ調査と並行して、移民先で収集した資料の整理も進められています。南米ペルーの沖縄県人会長を長く務めた方の日記帳、渡航時のパスポート、
移民先での暮らしが垣間見える写真。ハワイの沖縄県人写真帳などルーツ探しの資料にもなり得る貴重なものばかりです。沖縄県立図書館では県人会、市町村人会の記念誌、名簿をはじめ個人写真、日記なども収集しています。母県の図書館として適切に整理し保管することにより移民の歴史継承に努めています。随時資料寄贈を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。